はいどうも、モンゲーライダーです。今日はですね、岡山グルメシリーズ、本日紹介する岡山グルメは岡山県民のソウルフード、エビ飯をご紹介します。まあ、このエビ飯というねグルメなんですが、これね、岡山県民以外の方はね、あんまり聞きなじみがないんじゃないかなと思いますね。まあ要するにどんなものかというと、真っ黒な米にエビが入った飯ですね。まあ、今回紹介するエビ飯はね、岡山県以外では見たことないっすね、エビ飯出してる店。まああるんかもしれないっすけど、どっか探せば。でも基本的には岡山でしか食べられないものだと僕は思ってます。いや、子供の頃にはね、インデイラっていうねエビ飯専門の店がありましてね、それ岡山の繁華街にあるんですが、子供の時はね、たまーにそこに食べに連れて行ってもらえたんですよ。それがね、まあご馳走でね、めっちゃ美味しかったんですよね。今は確かね、インデイラの店がなくなりましてね、エビ飯屋っていう、まあ、店に変わってまして、それが岡山県内に多分今3店舗かな、間違ってたらごめんなさいですけど、僕が知る限りエビ飯屋3店舗あるんですよ、岡山県内に。なので今日はですね、そのうちの一つの倉敷のエビ飯屋にこれから向かいたいと思います。はい、倉敷に到着しましたね。もう間もなくね、エビ飯屋に到着しますけどもね。はい、それではね、エビ飯屋見えてきましたね。行ってみましょう。はい、到着しました。ここがエビ飯屋ですね。さてさて、ではエビ飯を食べに行きますかね。はい、それではね、エビ飯屋のエビ飯食べてきましたけれどもね、まあ見てわかる通りね、真っ黒な米にエビが入っているというね、まあ一品なんですけどもね、あれ見た目ね、なんか辛そうに見えるでしょう。ところがどっこい、全く辛くないんですよね。あれなんていう味って表現したらいいんかな、表現の仕方が難しいんですけどね。ソースで言うとデミグラスソースに近いんかな、一番近いので言うと。まあ洋食ですよね、味は。まあでもこれね、ほんと作ろうと思って作れる味じゃないんですよね。家とかだと多分再現難しいんじゃないかな。ほんともうエビ飯屋に行かないと食べれない一品ですね。もしくは岡山ラーメンを出す店ですね。岡山の老舗のラーメン屋とかはサイドメニューでエビ飯を出したりとかはしますね。たまにね、県外から友達とか来たらね、まあ岡山の何かグルメの店連れて行くんですけど、大抵僕はエビ飯屋を連れて行きますね。まあ岡山でしか食べれないっていうのが大きいですからね。で、やっぱみんなうまいって言ってくれるんでね、
エビ飯はね、まあ、うまいっす、本当に。なんでね、岡山に来られた方はね、一度、このエビ飯屋のエビ飯、食べてみてはいかがでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。